こんにちは。こんにちは。マイティーワークス公式 YouTube です、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。というわけで今日も、解説動画ですね。はい。いきたいと思います。はい。結構ね、チャンネル登録者は男子が多いですが。あ、はい。平然とレディースいきます。はい。いいですか？はい。で、今回ですね、アン・シェヌマンっていうブランドですね、はい、うん、これはですね最近復活しました。ああ、そうなんですね。はい、まあ結構あったんですけど、うん、まあ別ブランドでやってたりとかして今統合してショップもアン・シェヌマンになってまして、はい、東京のブランドですね。おしゃれブランドです、はい、これね知ってる人ね少ないと思います。お、一般的にはね、うん、おしゃれな人は知ってますみたいな感じなんで、うんうんうん、これでね覚えていってもらったら要チェックですね。いいかなと思います、うん、でこのワンピース、うん、前と後ろ両方着れるというね。あ、はい、はい、さっきね後ろで着てたのかな。そうですね、変わったよね前後ろね、うん、はい、これねどっちが前にしてもいいやつなんで、うんうんうん、はい、で最近流行りのジャガードっていう、はい、書いてますけどカットジャガードドレスって書いてますけど、はい、ジャガードっていうなんかその柄が入った生地を使ってますね、うんうんうん、でまあ今っぽく透け感のある感じで、はい、はい、多分ねこう後ろのなんか光が透けてたりするんで結構透けてましたね。うん、だからまあなんか着た方がいいよねっていうやつですね、うん、はい、可愛いと思います。でモデルの身長は165センチということで、はい、まあ割とそうですね誰でも着れそうな丈ではあるのかな、うん、ちょっともうちょっと低い方でも着れるかな。で袖が可愛いよね、このつまんであるこの感じが、うん、こうキュッとねこうしてあって、でアームホールは結構広いんで、はい、いろんな人が着れそうな感じもありますね。はい、色は黒ですね。これでこれ中に一応パンツ履かせました。ペチパンツみたいなやつ、はい、本当に見えますね。これねトルソーが透けてますから、うん、はい、あ、柄は大人っぽいですね。そうですね、これジャガードっていうの流行ってますね、うん、はい、まだ一般的な浸透してないかな、うん、ジャガードちょっと展示会で結構見るんで、じゃあこれからそうどうかな、一般まで行くかなこれちょっとレベル高いかもですねジャガードはですね。はい、じゃあ次ですね、はい、上は先ほどと一緒でアンシェヌマン、はい、はい、っていうブランドになります。で、ノースリーブなんですけど、こう肩のところ、はい、二の腕がちょっとだけ隠れる、うんうんうん、これ結構ねいいカット具合で、うん、非常にお客様にも好評なんですけど、うん、なんか腕が細く見えない、このちょっと袖が出てる分ですね。そうですね、スタイルよく見えるでしょ。嫌なところ、まあスタイルいいんだけどね、いいですけど、これねモデルがねある意味悪いモデルが良すぎてある意味悪い、はい、ものすごく大きくなしたいなっていう願望はありますけどね、はい、これはいい感じになってます、うん、はい、みゆちゃんねバレリーナやってますから、はい、絞れてますから、はい、はい、でスカートなんですけど、うん、これは、下のレリルっていうブランドになっております、はい、はい、迷彩のラップスカート、うん、まあ、ラップなんでちょっと重ねるような感じの形になってですね、うん、はい、トップスはアンシュルマンですね、はい、ちょっと袖の、はい、これ袖のこのカット具合が非常にいいと思いますね、うん、この商品に関しましては、まあ、合わせやすいかなと、はい、はい、まあ透けてるカーデのインに着てもいいかなと思います、うん、はい、そして、スカートですね。でこの迷彩のこの感じの柄も良かったですね、うんうん、白黒グレーの迷彩なんで、まあ割と意外とね合わせやすいと思います、うん、上ね無地持ってくるだけなんでいいかなと思います。はい、でさらに上にアンシュルマンのこれなんだろう、メッシュニットタンクって書いてもね、うん、メッシュのタンクトップ重ねております。はい、はい、でバッグはこれメンズブランドで有名なダニエル&ボブの迷彩のショルダーを、はいはい、よく見るとこう迷彩、よく見ると迷彩なんですね、うん、でこれストラップも外せてまあクラッチみたいにもなるんで、はいはい、非常にこれは男女兼用って感じですよね、はい、でこのタンクトップ前と後ろが、まあ、えぐれ方が違うっていうか、うんうん、首の首です、ね、はい、で一応どっちでもいいんですけど一応今は前、これが前ですね、うん、で後ろの方がえぐれてます、うん、はい、なので背中出したい方は出してもらってもいいですし、反対に前にして前の方をね、うん、えぐりたい方はこれでもいいのかなと思いますね。おしゃれですよね、 T シャツにこれがあるだけで。そうです、透け感があって、うん、でこのメッシュ何がいいかっていうと、うん、まあロゴの T シャツとか着てても、はい、ロゴが透けるんで、うんうんうん、まあ、それをわざと透けさせておしゃれになるかなという感じですね。はい、でね、靴もね、多分たまに気になる人が多いんですけど、これもね、これ多分
コルソローもない、うん、入ってますね、はい、あカーデも映ってますけど、はい、この同じメッシュ素材でね、はい、丈の短いカーデと、まあ、アンサンブルにもなりますということですね。アンシュルマぜひねチェックしていただいて、はいはい、あのショップがねたまにあると思いますんで検索していただいて、おしゃれですね。そうですね、なんか品がいいんですよね、うんうん、程よいでブランドもまあみんな知らなかったりするんで、うんうん、なんかおしゃれな感じはしますよね、はい。ダニエル&ブーは今ちょっと急上昇中で、はいはい、値段もねちょっと上がってるんですけど、うん、まあ僕も毎回使っております、はい、あの長く使えますんで、メイドインイタリアのやつで、もっとねこれ脂肪感があるんですけど、もっとねイタリア男みたいなやつもあります。おー、はい、いいですね、はい、かっこいい系もあります、うん、ということで、はい、じゃあ次、迷彩のスカートに先ほどの上も同じブランドで、レリルの、バックフラップシェアシャツということで、はい、まあ、これ、ね、結構後ろの方丈短いんですよ、うん、めちゃくちゃ短くない、腰のあたり、そうなんですよ、ね、はい、で後ろが紐で縛れるようになってますね、うんうん、これも完全ノースリーブですね、はいはい、でシアなんで、まあ、ちょっと透け感もあるということで、うん、ちょっと今っぽい感じで、はい、色はですねこれは何だろう、何ですかね、ブルーグレーかな、うん、ブルーグリーン違うな、ちょっとグリーングレー、まあちょっとね、うん、はい、サックスをちょっとくすませたような、うん、あ後ろ縛りましたね、はい、後ろ縛ると丈短いのがまあなんかこう縛って長くなっちゃうっていうね、はい、感じですね。だから基本縛っててもいいのかなっていう感じもありますし、うん、ちょっと背中ね出したい時はこう、うん、紐外してもいいですよね。でウエストがキュッて縛ってあるんですよ ね、はい、ね非常にスタイルがよく見えるかな、うん、これジャケットのインとかでもいいんで、うんうん、ここから重ねたりできますよね、なんかね、うん、いいですね。でも後ろのこのギュッてなってのも可愛いですね。あ、いいですね、見せたいですね、夏ですからね、はい、はい、非常にいいと思います。でこの迷彩のスカート結構合わせやすいんで、うん、意外と何でも合うのかなっていう、まあ白黒グレーのモノトーン系なんで、うんうんうん、実は何色でも合うというね、はい、で3色シャツはありますね、はいはい、まあちょっとあのオンラインの販売はもう売れちゃったりとかなくなったりしてる場合もあるんですけど、一応あの概要欄の、はい、マイティーワークスオンラインから見ていただければなと思います、はい、あバンビ映ってますね、はい、かわいいですねこのシャツね、まあ、縛ってある状態もできるということですね、はい、まあ、東京のレリルさんっていうブランドと、はい、あと東京のアンシュルマ、うん、まあなんか全然違うブランドなんですけど、まあ、合わせてもいいっていうのもありますね、うん、はい、で同じくレリルさんのパンツ、はいはい、このパンツはですねハイウエストで、非常にウエストが細く見えるというこの、うん、はい、で後ろにレースアップされているパンツですね、うんうんうん、多分サルエルっぽくなっててこの腰回りっていうかお尻回り結構緩いんですよね、うん、ですごくテーパードされてて足首めちゃくちゃ細いです、うんうん、なんでめちゃくちゃなんか足が長く見える、ウエストも結構上の方に来るし、なんかで下はキュッてなってるんで非常に足が長く見えるかなと、なんかピエロみたいな感じですけどね、うんうん、ハイテクレースアップギャザーパンツということで、はい、これね、はい、後ろの方ですけど、うん、こっちがね後ろですからね、はい、これに関してはねおしゃれだと思います、はい、で多分ねこれ上も同じくレリルさんですね、うん、はい、で上のブラウスレリルさんの、はい、これは何だろう、ドットみたいな花柄みたいな、そうですね、ちょっと崩れたドットみたいなね、うん、感じのやつですけど、で下に大阪のラブアワーデイズっていうブランドを入っております、うん、ちょっとね丈長めの緩めのパンショートパンツですね、ちょっとリラックスする感じの、これもちょっと透け感があってシャツはまあ二の腕を隠しているようで隠していないという、うん、避けてるという肩がね、はい、あれみたいな、腕出てんじゃんみたいな、ですです、はい、感じですけど、かっこいいですね、なんかこの上もこうかぶせてあるような、そうですね、なんかなんていうのかな、このなんかついてるシャツにね、この大きなポンチョ、ポンチョっていうかさ、そうそう、ね、なんかついてる感じだよね、うん、普通のノースリーブにこうなんかなんポンチョみたいな、なんかこうリボンっていうか、リボンじゃないな、なんかケープ、ケープをつけたよ、そうそうですね、うん、ケープをつけた感じですよね、すこれで、ね、取り外しできません、できません、うん、ケープついたままですけど、ただ上でね上げたら結構、うん、あのスリットが深く入ってますんで、
腕が出て涼しいかなと思いますね。これインしても可愛かったですよね。見える部分が小さいので、はい、でウエストねキュッて絞れるんですよねこのシャツね、うんうんうん、で形ちょっと変えれますんで非常にいいかなと思います。怖いですね、はい、いいですね、うん、このちょっと長めの丈っていうのは今季っていう感じなんですか。うん、そうですね、女子は正直、うん、メンズは結構ショートパンツ短い方がいいんですけど、うんうんうん、女子は膝出すとちょっと痛いなっていう年齢の方もいらっしゃるんで割と長めでこれは作ってますよね。膝一応膝下膝丈になってますよね。まあなんか露出の具合も若い時いいですけど、うん、あんま年いって足出すのもどうなのみたいなのもあるんで、まあ、若干この丈にしてあるのかなと思いますね。でこれを腰で履くと結構膝下になるんで、うん、はい、これはねトレンドなのかちょっとよくわからないですね、はい、合わせやすかったような、うん、僕ねトレンドあんま詳しくないんで、あ、はい、はい、はい、あ、なっちゃった、そう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 なんですよ。まあでも若干僕が知る限り、丈長めですね。長めですよね、うん、僕ねメンズのバイヤーなんですよ、はいはいはい、なんでレディースのことよく分かってるんですけど若干長いかなとレディースのショートパンツは、はい、で流行りそうでまだ流行ってない感じ、おしゃれな人しか履いてない感じがありますね、はい、あフェザープリントね、羽だねこれね、羽です、羽がこうひらひら落ちていってるような感じのブラウスですね、はい、あの小玉さんっていうね、うん、デザイナーさんが、はい、男子ですからこれデザイナー男子が作ってるブラウスですね。非常に細やかですよ ね、 でもね、これねグルカショーツですね、はい、このウエストのこのところがグルカっていうねグルカ人に由来するグルカパンツ、はい、グルカサンダルってなるじゃないですか、はいはい、あ編み編み あれと一緒です、はい、あれ同じグルカなんで、はいはい、グルカグルカで合わせても全然いいんで、あれねグルカ人っていうなんかね多分戦闘の時の服なんじゃないかな、それをファッションに落とし込んであるという、なるほど、はい、感じですね。これなんですか、これはこれはこれはなんとモデルのミュウちゃんが誕生日でした、はい、ミュウちゃん何歳になったんですか、何歳ですか、なんだろう26ぐらいかな、27かな、わかんないです、若いですね、はい。いや若いけど多分本人はあもうちょっと結構来てんなと思ってる、はい、女子からしたらもう結構来てるってことですね。ハッピーバースデー、はい、可愛いですね、はい、おめでとうございます、磨きがかかっております、はい、うちのモデル非常にいいと思います。でまあもうそろそろ、うん、このモデルを使って金曜の昼間、はい、インスタライブ&YouTube ライブを僕らやっていこうかなと、はい、ちょっとお昼の時間なんですけど、そうですね、まあちょっとアーカイブ残すんで見ていただければなと思います、うん、なんか準備してましたよね僕らね、はい、今年はインスタライブで行こうということで、はい、準備をしてちょっと準備が大体整ったんで、うんうん、写真撮影をしながら、はい、インスタライブをし、うん、YouTube 撮影じゃなくてもう YouTube ライブにしようかなということ で、 で、ね、はい、ライブでコーディネートが楽しめるという、そうです、コーディネート見ていただけたら、そうですね、コーデ結構難しいという声が多いんで、うん、コーデを生でやっていきます、はい、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします、よろしくお願いします、こんな感じで今日は終わりたいと思います、ご視聴お待ちしてます、はい、失礼いたします。